昨日佐渡市で開かれた佐渡トキマラソン。4年ぶりの開催となった今年はフルマラソンやハーフマラソンのほか、手軽に楽しめる2キロコースなど6つの部門が設けられ、県内県外からおよそ1600人が参加しました。市民の声援を受けながら力走するランナーたち、エネルギー補給にはパンなどが用意されていました。疲れました、もう。あともう少し頑張ります。ありがとうございます。もう無心で佐渡の景色を楽しみながら走っていました。楽しかったです。いや、応援があってすごい楽しくニコニコしながら走ることできました。ランナーたちは佐渡の自然と美しい風景を満喫しながら春の佐渡を駆け抜けていました。